子どもの落書きみたいな絵を描いたりした画家、どんな印象がありますか？すごくこう緻密に構成とかを考えて描いたというよりも直感的にというか、僕もあの作品を見てた時はそう思ったんですけども、インタビューっていうのが残ってまして、例えばその何の脈絡もなく一本縦線が画面の端っこにあったりとかするんですけども、そのバスキアの言葉をそのまま再現すると、絵の中のどの一本の線も考えないで描いた線はない、こういう色のこういう太さの線が必要だから描いたんだっていうふうに、まあ、言ってるんですよね、うん、心のこう半分の状態としては本当にこのあるがままに描いてるんですけども、うん、もう片方に多分ものすごく冷めたもう一人のバスキアがいて、多分それが共存していて、それがそのバスキア の絵が未だにあの多くの人のこう心を捉える力を持ってるっていうのは、ただの殴り書き、ただの素人の絵とは違う両側面がこう共存してるってところがある。